国の形によって個人の幸福が決まってしまってるんではないか。だから個人で一生懸命幸福になろうと思うよりかですね、やはり国の形がその国にいる人がみんな幸福になるような形をしていると、まあ、そっちの方がずっと楽だっていうか基本的ですよね。で、まあ、その一番最初をこの前お話をしました。日本列島は日本人のものであると、まあ、これをまず気がついたということが素晴らしいわけですね。当然ですよね。ギリシャ半島はギリシャ人のものかと違ったわけですね。いわゆるソクラテスとかああいう人たちはたった人口の 5% にしか過ぎなくて20分の1ですね。あとの 90% は奴隷だったわけですから、ギリシャ半島は決してギリシャ人のものじゃなかったわけです。まあ、中国も似たようなもんですが、まあ、関東総元民進と王朝がありますので必ずしも一緒じゃないんですが、まあ、現在の中国共産党というのを見ますとね、中国共産党員というのは大体、8000万人くらいと、人口大体16億人くらい。ということはどういうことかっていうと、国民のやはり 5% が中国共産党で、まあ、その人たちが裕福な暮らしをしてっていうか幸福な暮らしをして、残りのまあ 90% っていうか、まあそれはただ働くと。それからアメリカもそうですね、あるいは 1% でいい、あるいは 5% と言うんですけども、超富裕層がアメリカのシステムを決め、いろんなことを決め、甘い汁を吸い、まあ所得税もですね、まあ、大体最高税率大体 40% ぐらいなんですけども、もっと稼ぐようになると、つまり上位の 1% から 5% に入るといろいろな控除を受けられて、まあ、一番低いとですね年収30億円ぐらい、まあ、日本円でですね、そうすると税率は 14% まで落ちるという、まあ、例も指摘されております。まあ、つまり日本以外の国は現在でもですね 5% が支配層で、90% が非支配層であると。だからまあその国で幸福になろうと思ったらですね、もちろんお金があってなくても奴隷として働いても幸福だって言えますよ、言えますけれども、もっと素直に考えてある程度働いたらある程度の報いを得られると、家族も円満で、まあまあその国の平均的な豊かさでは生活ができる、権利も主張できるということになると、やっぱり日本式ですよね。そうそう、日本式っていうと 5% が支配層で 90% が非支配層っていうと、もうそうならないから、そうすると日本人が考えたわけですよ。全員が平等であって、全員が日本列島に住む人は日本人であると、同じ状態にすると、しかも秩序は必要だと。秩序が必要だから支配層っていうのはできるんですよね。そうすると秩序があるけれども平等っていうのができるんだろうかというのを考えついたのが、まあ、実は世界で日本人だけだったっていうのが、まあ、現在でも日本人がそれのことを思いつかないというか理解できない一つの大きな理由なんですね。まあ、驚くべき頭の切れなんですよ、その2000年ぐらい前の、2000年から3000年前の日本人の頭のキレっていうのは驚くべきものなんですね。これはまあ日本という風土がそうさせたっていうこともまああり得るんですけどね。つまりどうしたかったら、支配層は天皇陛下一人にしようって思ったわけですよ。一人ならねそのまあ割合と豊かな生活をしてもですね、大したことないですよ、一人じゃね。一人っていうか、まあ現在の皇室みたいなのを考えるといいんですが、まあ大体関係してる人が、まあ、皇室自身の人って言ってんじゃ10人とか20人、まあ、それに関係する人もちょっと入りますが、まあそういう人数っつったらもうこれは、まあ、天皇陛下お一人と言ってもいいわけですよね。そうすると天皇陛下お一人で軍隊もいない、周りに貴族もいない、それでもその天皇陛下という人に対して国民がみんなはーっつって従うにはどういうふうにしたらいいかっていうのを考えたわけですね。まあ大したものですよ。だって外国のどんな皇帝とか王様とかそういうのを見てもですね、周りに軍隊がいます必ず。それ軍隊がいなきゃね、みんな怖くないから別にバカにするんですよ、結局頭下げないわけですよ。ところが日本だけはね、天皇陛下ほぼ丸腰なんです。まあ
天皇家ができた頃はある程度軍事力もあったけども、例えば織田信長の頃を考えればですね、まあ、天皇陛下というのはボロ家に住んでて、織田信長はまあ立派なお城に住んでて、お金も軍隊も織田信長が圧倒的に強いわけです。それでも天皇陛下に手が出せないというか、むしろ天皇陛下から官位をもらわないと仕事ができない。つまり権威は天皇陛下なんですよ。あの時代にですよ。それは徳川の末まで続いて明治天皇になるまで続いたわけですね。素晴らしい、その何ていうか着想が素晴らしいというか、むしろそれが2000年3000年にわたって効果を示したってのはすごいじゃないですか。それにこういう仕組みがあったわけですね。まず天皇陛下だけが国民と違うと、本当は同じなんですよ。本当は天皇陛下も食事しなきゃ餓死するし、結婚しなきゃ子供生まれないし、まあやがて死ぬわけですから、もう人間なんですよ、まさに。だけど人間だっていうと、なんであの人間だけが特別なのっていう疑問があるので、人間にしといちゃダメなんですよ。それで神様にしようってことになったわけですよ。荒人神、これが天皇荒人神ですね。あの戦後アホな、ね、文化人がね、天皇の人間宣言をやろうと、天皇が荒人神だった、神様だというから戦争起きちゃったなんて間違ったこと言ってですね、それでうっかり天皇の人間宣言みたいなことをやったわけですが、これこそ一番危険なんですよ。天皇は神様だってしとかなきゃダメなんですよ。神様ならあのいくらね貧乏でも周りに、兵隊がいなくても神様ですからね。そこで天照大神の五代下が神武天皇とこうしたわけですよ。とにかく神武天皇は天照大神の子供子孫だと。それから今度はですね、男系男子相続っていうのをよく遺伝子が分かんない頃によく分かったと思うんですけどね。父と母が子供を作る時に、女の子は重要なんで、父と母の遺伝子のうちいいものをよりすぐって娘に引き継ぐんです。まあミトコンドリアなんか一部母親が主体っていうのはあるんですけど、大体はそうなんですね。ほとんどそうなんです。それであるたあの性格、父親の性格とか母親の性格を受け継いだ遺伝子は女の子には渡さないんですよ。つまり独立してるんですよ、女の子は。大切だから、子供を産んで育てるから。ただ男の子はね、まあ10人のうち 2,3 人かけてもどうってことないんで、男の子の方に悪い遺伝子、劣性遺伝子、そういうのもいろいろ詰めてね、それでまあ今だったら 3% ですけども、男の子が子供を、次の子供を作るまでに死んでしまうようにしてるんですよね。悪い遺伝子を持った人が死んでしまうようにしてる。これはね、まあ、別に人間だけのことじゃなくて、生物はどんな生物でもこう系統の中にゴミが溜まってくるんですよ、悪いものがですね。それをいろんな方法で駆除します。まあ今あまり今あのここでは詳しく述べませんが、例えば、落葉樹ですと落ち葉の中に汚いものを詰めて落とすとかですね、まあいろんな方法があるんですが、何しろその種の中に、ずっと長く続いちゃいけないというものを排除するっていう、まあ、素晴らしい、仕組みを持ってれば、そういうじゃないものは死んでしまうってことですけどね、絶滅してしまうってことですけどね、まあ、絶滅するには絶滅するの理由がありますから、なんだか最近は絶滅が悪いのか言ってますけど、決してそうでもないんですね。でこれ男女同権とか全然、男女同権って言ってんじゃないですか、日本はねもともと女性が上なんですよ。女性と男性とのを男女平等っていうのは日本にはねないんです。もともと男性と女性は比較しないんです。女性は女性の幸福、男性は男性の幸福。どっちが自由かって言ったら、もちろん女性の方が自由なんですね。男性は軍事と農事、農業ですね、それから記録文書の作成の3つしかできないけど、女性は衣食住をはじめとして何でもできるっていうね、制限してない。だから紫式部が生まれる。紫式部に相当する力を持った男性の作者がいても文学者がいても小説書けませんからね、禁止されておりますからまあそういうふうにこう女性を中心としてやる。だけども権威だけは、権威だけは親父に持たせる。それから血筋は親父に持たせる。そうすると織田信長がどんなに強くてもですね、その当時のもうあばら屋に住んで食べるのも困るっていう天皇陛下にも手が出せない。いや天皇様すいませんが、私にちょっと官位を授けてほしいんですけど。うん、そうか、
まあ、ちょっと金も差し上げなきゃいけないだろうなと思って裏口からお金も差し上げたり食事も差し上げたりする。そして天皇陛下、そんじゃ天皇陛下がそう織田信長に対して、織田信長が必死に戦ってね、今川義元と桶狭間で勝ったり、もう必死に戦って天下取りになったのに、天皇陛下は何にもしないでもですね天下を抑えてるわけですよ。なぜかったら遺伝子が神様のもんだからですよ。驚くべき頭の切れですねこれ。今でも天皇陛下の周りに軍隊いないんですよ、軍隊はいなくてお金もそれほどありませんね。だけどもみんな日本人は天皇陛下にはーっと頭下げるんですよ。誰にあなた頭下げてんの、あの天皇陛下見てごらんなさいよ、全然同じじゃないのってことになりますよね。ところでちょっとだけ最後に皆さんの腹の立つことをちょっと言いますと、今皇室のある女性が民間のちょっとまあ僕らから見たら変な人、外国に住んでおられたりする人と結婚しようとしてますね。それでみんなわーわー言ってますよ、いいとか悪いとか。いやこれ言う必要ないんですよ。昔の日本人は女性はそういうこともあるので、女性に天皇を継がせるときは特別なとき、その天皇その一代に限る、絶対にその天皇が変な人と結婚するとかいうこともあるから、実際あったんですよね過去に。だからそこで終わりと。これは女性が心が優しくて、やはり誰か男性を愛しちゃって変なことになることがある、それと日本国が一緒になるっていうのは、女性にその女性皇室の女性に対しても不幸だし、それから日本にとっても不幸だっていうんで男性にしたんですよ。それを今頃になってね、まだ2000年前の知恵に至らないっていう人がまあおられるようですけどね、まあ、そういうことで我々はかつての日本人がどんなに深い考えをしてたかということをですね、まずは知らなければいけないだろうと私は思いますけどね。